下がって出る下がって出るっていう動きなんですけども、まあ、これもよくある動きでいきますと下がる出る前後のターンをして蹴る次に進もうとするエネルギーがそんなに大きくもらえないのでスピードも落ちるし、まあまあ、とにかく時間がかかるということですねでこれさらにスピードが上がってくるとこういう下がり方をすると非常に。 大きな力が一きにもかかってきて無駄な力を使いながら下がって出なければいけないプラス進行方向に対してつま先を向けて前に出ようとすると地面を押さえる力が弱くなってここでスリップするケースも非常に多くありますとなるとターンをする時もう真横以外は半身の状態を作って。 内側のアーチからアーチに乗り,乗り換えて下がったり出たりすると地面を押さえる力も大きくなってスリップすることもないですし設置時間も短くて済みます少しテンポを上げてやってみますと姿勢を崩さず体は正面で半身でアーチ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 ,アーチで抜けたらしっかりといけ。